第1打席はセカンドゴロの藤井佐藤。そういえばこの GG 佐藤がその第1打席打った先セカンド阿部というのが結局法政の同級生のところにボールが飛んでいったというそうですね、そんな打球だったんですが今度の一振りは大喜びのレフトスタンドへ勝ち越しのホームラン GG 佐藤19号バファローズローズの先制ホームランもそうでしたがこの GG 佐藤の一発も打った瞬間それと分かるレフトスタンドに吸い込まれたホームランです。今のもね、まあ、カーブかな、変化球だと思うんですけど、はい、迷いがなく振ってますよね、チリアの見て、まあ、ある程度こう読みがあったと思うんですね、はい、カウントを取ってくるのは大体変化球が多いそういった中での出たホームランだと思いますけども、はい、完璧ですよ。そうですね、一番こう腕が伸びるところでボールを捉えていました、はい、まあ、平野としてもあそこまで運ばれちゃうなっていう、うん、そんな表情にも見えますが